10年に一度食べられると言われている葉月家に伝わる秘伝のジャム。それを食べてしまったレンちゃんはあまりの美味しさにジャム職人を目指すことに。これは葉月レンが世界一のジャム職人を目指す愛と感動の物語である。ということなんです。認めてくれますか？私、スクールアイドルをしながら世界一のジャム職人になりたいんです。レン、止めても無駄です。ジャム職人の良さに気づいてしまったのです。ジャムはイチゴより焼きリンゴの方が美味しいんだよ。カノンちゃん、そういう問題じゃないと思う。うん、レンちゃんのジャム職人応援するよ。みんなで協力してレンちゃんのバックアップをしよう。クーク、来なさい。わあ、ワクワクーくーさんと作って遊ぼう。ワクワクーくーさん、今日は何を作るのかしら？ふっふっふ、それはですね、ジャム職人の衣装です。何よ、案外普通ね。何ですかスミレ、レイレイのことを真剣に考えた結果なんです。衣装はいい案だと思うけどな。そういうスミレはどうなんですか？ショービズはこのグッソクムシの着ぐるみを脱いでからが本番よ。ダメだこりゃ。です、ありがとうございます。ジャム職人の衣装すごいです。一流になった気分です。ほほほ、次は本格的ジャム作りでおじゃるな。マロに任せるでおじゃる。なんかちーちゃんがいつもとだいぶ違う。丸いものを入れればおいしいジャムを作れるでおじゃる。シャクよ、取ってまいれ。これもこれもこれも。なんか雲行きが怪しくなってきたよ。これもじゃ。しろ、しーちゃんが隕石に引っ張ってきちゃった。うわー、葉月蓮、行きます。私が隕石を止めます。やめてください。元はといえば私のジャム職人になりたいというわがままの結果、こんなことに付き合う必要はありません。レンレンのわがままはリエラのわがままです。ショービズの世界では仲間を決して見捨てないわ。ちゃんとスミレも手を添えるです。この姿だから無理。元はといえばマロが悪いからの。レンちゃん、私たちがついてるよ。皆さん、カノンさん、私のためにジャム職人の歌を作って歌ってくれませんか？え？うん、やってみる。よし、1番渋谷カノン、ジャム職人。ジャム、ジャム、おいしいジャム、みんなの力ではんつジャム、ジャムは私の心をジャム、ジャムの美味しさみんなをジャム、おー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 、ジャムジャム、私の愛しいジャム。ブラボー。カノンさんの歌のおかげでパワーが出てきて隕石を防げました。すごいね。見てください、粉々になった隕石が流星になって。綺麗。そうね、おいしいジャムができますように。私の願いが叶ってジャムが流星と一緒に降ってきました。おいしいです。こうして葉月家秘伝のジャムよりも美味しいジャムを食べたレンちゃん、あまりの美味しさに
ジャム職人になりたい気持ちがより一層高まるのでした。頑張れ、レンちゃん。いつでも力になるからね。